毎週一つのテーマで発散アンケートを行っております。毎回意外な結果が出るアンケートですけども、はい、今回のテーマは太田さんを発表してください。好きな音。はい。これはまあどなたにも好きな音あると思いますけども、はい、楽器とかに限らず音なら何でも構いません、うん、自然界の音、何かを叩いた音、あと体の中の音とかね、何でもいいんですけれども、うん、皆さんの一番好きな音、うん、これをファックスで募集したいと思います。難しいです。ちなみに太田さんは好きな音と。私は何、田中さんは何ですか。僕はね、小川のせせらぎ。ああ、これはね、あの日頃から思ってるんですよ、小川の川、水のこうチャラチャラチャラってあのちょっと速い流れの音っていうのが一番なんかこういいんですよね、うん、なんでかわからないんですけども、浅瀬とかがねもう異常に好きなんですよ。浴場する。いや浴場じゃないです。浴場じゃなくてね、なんかいいんですよ、うん、だからよくあのサウナなんか行ってもたまにあのライブの口からそういいですね、ザーッと流れ、僕はそのそばに行ってその音をずっと聞きながらお風呂に入ってるとすごい気持ちいいっていうのがあって、なんかその音好きですね、うん、今こんな棒があって、はい、中にこうなんか米かなんかズーってね、はいはいはい、あ、ありますね、ヒーリング用品が売ってますよね、そう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 、あるんですよ、あるんですよ、そうそうそう、じゃあそれ買えばいいじゃん。まあね、ただまあね、ママの音がいいね。太田さんは。僕は何でしょう、桑田さんは。なんで自分は考えてないんですか。宇宙の音が好きです。あのね、宇宙はね、無音だと思うんだよ。違う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 、俺は違う、あの音。ほー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 って言うのが、あれ宇宙行くと必ずある。あれいい、あれいい、あの音。あとあのコンピューターの、うん、あのマッキントッシュ立ち上げるときのブワンブワンっていう、あれも気持ちいいですね。桑田さんはちなみにあります。僕は尺八の音。あ、尺八の、うん、チュバチュバっていう。ああ、そっちのそうじゃないかなと思ってた。先にそういうツッコミはできないしなと思ってた。マイフェラレディ。マイフェラレディ、うまいね。うまいですよね。これでも聞いてる人、まだあの桜を手に入れてない人は何のことだかわかんないかもしれませんけども、後でちゃんとかけますから。はい、ありがとうございます。大丈夫ですよ。